こんにちはこんばんは毎日本当に暑いですがお元気にお過ごしでしょうか今日のテーマは反罪となっております、はい、今日は反罪の儀式の目的や意義について学んでいきたいと思います、はいえー、特に今回の学びでは一般的な反罪についての理解にとどまらずさらに大事な教訓がここに含まれているのではないかと考えているんですが そのところ皆さんにお話しししてみたいいと思いますしかしあくまでこれは僕の解釈ですので皆さんもまたそれぞれで研究していただければと思いますそれでは早速ですが民数記の28章の1節から6節まで読んでいただけますか「主はモーセに言われたイスラエルの人々に命じて言いなさいあなた方は香ばしい香りとして私に捧げる火災」 すなわち、私の供え物、私の食物を定めの時に私に捧げることを怠ってはならない。また、彼らに言いなさい。あなた方が主に捧ぐべき火災はこれである。すなわち、一歳のオスの全き子羊二頭を毎日捧げて上半祭としなければならない。すなわち、一頭の子羊を朝に捧げ、 一頭の子羊を優に捧げなければならない。また、麦粉一エパの十分の一に砕いて取った油一品の四分の一を混ぜて素菜としなければならない。これは市内山で定められた上半菜であって主に香ばしい香りとして捧げる火菜である。また、その関菜は子羊一頭について一品の 4分の1を捧げなななければならないすなわち聖女において主のために濃い酒を注いで乾西としなければならない。うには他の一頭の子羊を捧げなければならない。その素菜と関西とは朝のものと同じようにし、その子羊を火災として捧げ、主に香ばしい香りとしなければならない。はいえー、ここで 半祭とありますがこの「まあ、常」という言葉ですね、はいえー、ヘブライ語では「タミード」と言いますね、えー、これは「常に」とか「絶えず」という、まあ、永続した状態という意味がありますね、えー、この部分はちょっと後から触れたいと思います、えー、一般的にこの「藩祭」は毎日1日2回神への供え物を伴った礼拝行為だと言われています 先ほど引用文で私の食物を定めの時に私に捧げることを怠ってはならない、まあ、この私の食物というこの言い方ですね、はい、えそういう言い方神様しておられるので、うん、まあ何か供え物のようなイメージもあるんですが、はい、実際そこで捧げる供え物はですね傷のない完全な状態の犠牲の動物と、はい、素材と呼ばれるイースト菌が入っていない 小麦粉でできたお菓子のようなものと、乾菜と呼ばれる葡萄であったと記されてありますね。んま反、あ、菜ってこう以前に学んだ財菜よりも、うん、たくさんの備え物が必要なんですね。そうですね、まあ。ここで神様にお捧げするこういう備え物には、まそれぞれどういう意味がありますかはい。えー、まず、犠牲の備え物として殺される動物は、 もちろんキリストの十字架の犠牲の死とその功績を象徴していると理解できますね、はいえー、さらに、はい、素材の供え物である、えー、種を入れない小麦の菓子は神の救いと愛に対する感謝の捧げ物だったのではないかと考えられます、えー、さらに関西の供え物である濃いブドウ酒はキリストの十字架で流された 贖いの血の契約を象徴していると考えられますねえつまり反罪においてもキリストの犠牲が絶対不可欠だったということですねま先ほど反罪とはこう日ごとの礼拝を表すということでしたがま、はい、その礼拝の中心はイエス様であってまそのイエス様の十字架を常に瞑想していつもそこに向かって感謝を表すことを教えているんですねはいそうですね まあクリスチャンの救いの源はすべてこのイエス様の十字架がなければまあスタートしなかったかと思うんですが、はい、そういえばこの犯罪は毎日朝夕に捧げていたんですよね。そうですね。まあ実はあの朝夕というのはですね、えー、午前9時と午後3時だったんですね。はい。えこれはキリストが十字架につけられた時間。えー、さらにキリストが十字架で 息を引き取られたた時間だったんですね、えー、ここでマルコ15章の25節とルカ23章の44節から45節まで読んでいただけますかイエスを十字架につけたのは朝の9時ごろであった時はもう昼の12時ごろであったが太陽は光を失い全地は暗くなって3時に及んだ。 そして聖女の幕が真ん中から裂けた。その時イエスは声高く叫んで言われた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られた。はいまあ、このイエス様の十字架が建てられるより約1500年も前の旧約時代から、うん、聖女の犯罪の儀式の中では もうこのイエス様が午前9時に十字架につけられて午後3時に息を引き取られたということがすすででに予言されていたんですね,そうですね、えー、ところで先ほど「上半祭の意味について、まあ、常にとか絶えずという永続した状態で半祭を捧げる必要があると触れましたが、はいえー、ここからはなぜ半祭が永続している必要性があるかについて。 深く考えてみたいいと思います、はいえー、まず創世記4章の3節から5節まで読んでいただけますか日がたってカインは地の産物を持ってきて主に供え物としたアベルもまたその群れの縫いごと超えたものとを持ってきた主はアベルとその供え物とを顧みられたしかしカインとその供え物とは顧みられなかったので カインは大いに気通って顔を伏せた。はい、えー。ここに備え物とありますね。はい、えー。実はこれはヘブル語でミンチャと言って神に対する愛と感謝を表す捧げ物なんですが素材、えー、もヘブル語では同じミンチャなんですね。えー、つまりこの時カインもアベルも神が自分たちの命を保ち生活を支えておられることへの 感謝と神が全ての命の源であられる表明としてこの捧げ物を自発的に持ってきたと思われますね神からすると人間がそのような感謝の表明をすることはとても喜ばしいことだと思いますよね、はい、しかしカインとアベルがこのような自発的な感謝の表明をする時でさえそれと一緒に絶対に添えるべきものがあったんですね それがキリストの十字架の功績を象徴する犠牲の動物だったんですね。カインはこの部分を認めず犠牲の動物抜きで神に愛と感謝の供え物を持ってきたので、うん、残念ながら神に受けけ入れていたただけなかったんですね、はい。罪によって人間と神様との間には越えられない大きな壁ができてしまって、うん、ま断絶されて しまった状態でしたけれども、はい、まあイエス様の十字架のおかげで再び神様との関係が回復する道が備えられましたよね。そうですね。まあそう考えると、まあイエス様抜きで行われるすべてのことには全く何の意味もないことがわかりますね。そうですよね。えー、なぜ反罪が朝夕捧げられ、うん、常に永続している必要があるかということですが、はい、それは 私たちの本質が常にどういう状態であるかについて考えてみるとその意味が理解できるかと思います。はい、例えばカイもアベルも神に感謝をおささげしましたが二人とも罪人という共通の状態のまま神の見舞いに出たわけですよね。し、はい、しかしここで二人の精神には 著ししいい違いがありましたそれは自分がキリストの十字架の功績を必要としている罪人であることを認めていたかそうでなかったかという違いですね。えー、これはいつの時代にも存在する二つの精神であり常に絶えず私たち罪人に神から問われるところなんですね。えー、ここでルカ 18章の節節かから14節を読んでいただけますか自分を偽人だと自認して他人を見下げている人たちに対してイエスはまたこの例えをお話になった2人の人が祈るために宮に登ったその1人はパリサイ人でありもう1人は酒税人であったパリサイ人は立って1人でこう祈った神よ 私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、会員をするものではなく、また、この酒税人のような人間でもないことを感謝します。私は一周に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。 神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく。神に義とされて自分の家に帰ったのはこの酒税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。はいえー、パリサイ人は自分はキリストの十字架の功績に。 頼る必要のない良い人間だと思っていました、はいえー、彼らは表面的には立法を完璧に守っているっているう自信がありましたね、えー、先ほどの政府の中にも、えー、自分が貪欲でなく不正もしないし勧誘もしないまた人からお金をむしり取るような修繕人のような人間でもない、えー、その上断食もするし10分の1献金も忠実に行う。 しかし、あの主税人はというね、まあ、そういう感じで、うんはい、自分の心の奥深くを探ることもせずに、自分自身に満足していましたよね。うんえー、これが犠牲の動物を携えなかった、カインと同じ罪を犯していなければ罪人ではないという精神になります。うんえー、神はこのような人の礼拝をお受け入れになりませんでした。えー、しかし、 主税人は自分が罪深い人間であるという自覚があり自分が神の御前に出るにあたりそのような自分の状態を深く恥じ入りキリストの十字架の功績が絶対に必要であることを認めるのでした、えー、これはアベルが犠牲の動物を携えてきたのと同じ精神になりますね。はい、えつまり犯罪はは人は 生まれながらに罪人であるという事実を認め、その解決のために常に絶えず、私にはキリストの十字架が必要です。という信仰表明を含んだ礼拝行為だったんですね。まカインのようにこう。自分の表面的な行いで救いを達成しようとする。こう。精神っていうのは？うん 旧約時代のバベルの塔の精神にも似ていますよね。そうですねまあ、彼らは文字通り天まで届くようなバベルの塔を建設して。うん、まあ自分たちが二度と洪水で滅びないようにと。人間の知恵とこう最高の技術をこうそ結集して。神様に反抗して、神様の言葉と約束を信じませんでした。よね本当にそうですよね。はい。まさにそのようなバビロンの精神こそ。 自分の功績によって救われようとするの精神を受け継いだものだったんですねえもしクリスチャンが自分の功績、まあ、例えば先ほどのパリサイ人と同じようにうまあ自分はたくさん献金してるとかねえ自分は熱心に伝道してるとかまた自分は安息日を守っているということが救われる条件だと口では言わなくても。はい まあ自分が気づかないうちにもし心のどっかでそう思っているならカインと同じ精神に陥ってる可能性があるかもしれませんね。かつての僕もそのような状態でしたので、えー、その精神がどんなものかよく分かります、えー。しかしそれに対してアベルの精神はどうだったでしょうか、まあ、アベルは神様から支持されたた犠牲のの動物を伴った供え物の方法に、 素直に聞き従うことで、うん、彼の人生のすべてはこうイエス様の十字架に依存するものであるということを表しましたよねそうですよね、えー、ここで財罪と犯罪の違いについてまとめてみたいんですが、はいえー、財災は罪を犯したその事実によって神の赦しを受けるための悔い改めの表明ですよね、はいえー、例えばもしその日一日 罪を犯したという事実がなければどうなりますか。まあ財罪を行う必要性はないということになりますかね。そうなりますよね。うんえー、例えば知人宅に行って、まあその人の優雅な暮らしや持ち物を見て、妬んで知人に対して何かの嫌味を言ったり、けなしたり、知人のものを盗んだりしてしまったら、それはもちろん。 罪をを行ったわけですすから、る必要がありましたよね、はいはい。しかし心の中で羨ましい、欲しいなと妬ましく思っても、まあ、そういう悪い思いと戦ってどうにか退けてそれが罪の行動とならないならその罪に勝利したことになりますから罪災はしませんよね。はい、しかしここで一つ気になることがあります。それは、 羨ましいなという妬みの気持ちを持ったという事実ですこれは罪ではないと思いますか？そうですね。ま10階の第10条にはま、うん、あなたの隣人のものをむさぼってはならないってま書いてありますし、はい、とまあ、有名な聖句でマタイでしたかね。はい、マタイの五章でしたか？誰でも情欲を抱いて女を見る者は？ こう心の中でもうすでに寛容したというそういう成果がありましたけれどもそ,う、ね、それはこうたとえ実際に罪を犯さなかったとしても、うん、まあそういう思いが出てくるという事実はやっぱり罪の影響下にあるということを言ってるのではないかなというふうに思いますがそうですよね、はいえー、でもここから今日の学びのポイントなんですが、はい、この「い」羨ましい」とか 欲しいななんであの人だけこんなに祝福されてるんだろうというね、まあ、そういう感情も実はこれ間違いなく罪に属すするものなんですね、はいえ。ただしそれは自分の意識的な選択によっって起こったものでしょうかあーどうでしょうねまあ感情ってこう自分がこれこれこういう感情になりましょうと思ってまあ生じるものではないのかなと思います。うん まあ、こういろいろと考える前に、瞬発的に沸き起こってくるように思いますけれども。そうですよね。はい。実はそういった、この羨ましいとか、妬ましいという感情が起こる。状態そのものが、まさに私たちが罪人であるという。証拠でもあるかと思いますね。え、言い換えれば、罪人だから、そのような弱さが。 心の中にいいつででも起ここり得るということうすね、えー、そしてそんな自分自身に対してどういういいに感じると思いますか、まあなんだか恥ずかしい思いだったり、うん、情けない思いや、まあ、悲しい思いなどすごく複雑な思いになるかと思うんですけども、うん、まああとそういう感情を持ちたくないのにどうしてそんなふうに思ってしまうんだろうとか。うん もうそういう悪い感情を消してほしいとま苦しむかと思いますね。そうですよね。はい。え、実はそれが主税人の精神であり、アベルの精神であり、そして犯罪を捧げる人の罪を嘆き悲しむ精神なんですね。え、神はキリストの十字架の犠牲の功績と流された血の契約によって私たちの罪人という 性質そのものを聖霊の助けによって解決してくださるという約束をお与えくださっておられます、はい、だから罪人は罪を嘆き悲しみつつもその神の約束に対する信仰と感謝を捧げるために常に反罪を捧げるべきであるのではないかと僕は考えていますねそしてその根底には常に キリストの十字架の功績に絶対的に依存しているという状態が必要なんですねまつまり私は罪人ですという時には、うん、実際に罪を犯すことだけではなく心の中で湧き上がってくる汚れた感情とか思いも含めて私は罪人ですということですねそうですねつまり主税人やアベルは 自分が実際に目に見える形で罪を犯していなくても、まあ、自分が全く罪に対して無力な罪人であることを認めていたということなんでしょうかね。ということです、ねまあ、だから「反罪だけはイスラエルの民が朝夕に全員参加するべき儀式だったんですね。まあ朝夕ということは言い換えれば一日中自分が罪人である事実を認めつつ。 その救いのために流された十字架の地の贖いの功績を思い起こしながら救いの感謝を持って生活するということだったんですねアベルは深いへりくだりと信仰と感謝を持って犯罪を捧げていたんでしょうね,そうですね自分自身がどういうものであるのか ということをいつも忘れずにいるっていう、ね、ことだと思いますけども、はい、まあ確かに私たちは罪人ではありますが、まあ、イエス様の十字架の功績によって、まあ、罪に打ち勝つために天から贈られるまあ精霊様のお助けが神様からは十分に与えられているので、うん、まあ罪に勝利することができると聖書にいろんなところで約束されていますよね。よねまあ確かに 罪人であるがためにこう罪に対して弱いとか、うんまあ、惹かれてしまうということはありますけど、うんまあ、罪人だから罪を犯してしまうのはもう仕方ないなんて、まあ、言い訳はしてはいけないっていうふうに思うんですね。それでも罪に勝利できないっていう時はこの神様の助けが不十分っていうことではなくて、うん、まて、あ、私たちが罪を愛していて 罪から離れたいとか罪を嫌いになりたいっていうお祈りさえもやりたくないと思って、うん、その先へ進む決心をしないからではないかなっていうふうに思いますねそうですね、えーまあ、しかしこの主禅人やアベルのようにですね減りくだった思いと義に飢え渇く思いが罪に汚れた品性を清めていただきたいという願いに導くんですね 確かに罪が多く深ければ深いほどそれを許していただいたイエス様へのご恩を深く感じるようになりますしこんな私のためにイエス様が命を投げ出して全てを与えてくださったと思うとそのいただいた許しの重みですかねそれを厳粛に捉えるようになりますよね。上半祭は与えられた許しとか清めを 聖霊様の助けによって維持していたいと望む人たちのへりくだりと感謝の礼拝行為だったということなんですね。あ普段の家庭礼拝の時にこの上半歳の精神をいつも意識して行うとさらに深い神様との交わりを得ることができそうですね。そうですよね聖書書のののマルコによる福音書のです、ね、9章の49節にも 全ての犠牲は塩で塩漬けされなければならないという言葉がありましてこれもやはり神にお捧げする犠牲は塩であるキリストの義が混ぜられなければ受け入れられないことと罪人の汚れた品性が塩によって清められていくという上犯罪の教訓を含んでいるんですね。私たちも信仰ににによって朝に夕に キリストの十字架に心を向けて謙遜と感謝と献身の思いを持って上半祭としてふさわしい礼拝を神様にお捧げしていきたいと思いますそうですねはいはい、えー。次回は祭祀の働きや特権について学んでいきたいと思います、はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございましたそれではさようならさようなら